皆さんこんにちは。今日はダウン症の身内を持つ芸能人10選について紹介していきます。1. 五十嵐恵。五十嵐恵は日本の女優、本名岡恵美、旧姓平松、名古屋市東区出身。所属事務所は愛企画。身長167cm、 B85CM、 W60CM、 H90CM、 愛知淑徳高校に入学し、演劇部に入部。最初はほんの軽い気持ちで入ったというが、すぐに演劇の魅力に取りつかれたという。高校卒業後上京し、喫茶店等で働きながら松浦健雄附属演劇研究所で演技の基礎を学ぶ。 TBS のポーラテレビ小説「さかなちゃん」のヒロイン役が五十嵐恵としてのデビュー作であるが、それ以前には森田恵の芸名で活動。当時の女優としては168cm と背が高く、そのスリムな体型とボーイッシュな魅力が個性となっていた。また雑誌「週刊プレイボーイ」などの雑誌にてヌードを披露したこともあるが、江戸川乱歩の美女シリーズではついに脱ぐことはなかった。五十嵐恵となってからは、映画では三浦友和主演の「残照」に脇役で出演したが、1983年の「先生」で初の主役を演じた。1983年仕事がきっかけで交際していたカメラマンの喧嘩業家と結婚し引退。10歳以上年の離れた相手との結婚であったことや、仕事も順調であったことから、家族所属事務所ともに大反対されたが信念を通した。しかし1988年5月に夫が癌で死去したことをきっかけに女優に復帰した。復帰後はテレビドラマや商業演劇の舞台、バラエティーなどにもコンスタントに出演。五十嵐恵さんの子供は障害があるからダウン症ではないかと噂された。でも五十嵐さんの子供はダウン症ではなく学習障害 LD だったとのことだ。「徹子の部屋」に出演し、長男が LD 学習障害であることを告白した。後に自らの反省を綴った「ありのままで」を出版。前後して長男の育児の経験を元にした講演活動も積極的に行っている。 2. 風見慎吾。風見慎吾は日本の俳優、タレント、歌手、ダンサー。当初の芸名は風見慎吾。1982年から1988年までバーニングプロダクション、1989年よりマスタープラン、バーニング系に所属。日本におけるブレイクダンスの先駆者とされる。1982年 TBS 金ちゃんの週刊金曜日オーディションに合格、芸能界デビュー。1983年5月同郷の大先輩である吉田拓郎作曲の「僕笑っちゃいます」でレコードデビュー。デビュー曲ながら33万枚売り上げ、風見最大のヒット曲にして代表曲となった2曲目「泣いちっちまい」「ハート」と合わせ、第16回日本有線大賞最優秀新人賞、第16回日本レコードセールス大賞新人賞、男性部門などそれぞれ受賞。4曲目「涙のテイクエーチャンス」では自ら米国ニューヨークに出向き猛特訓でブレイクダンスを習得。振り付けに大胆に取り入れ、当時の音楽番組で大きな話題を呼んだ。女性だけでなく男性アイドルにさほど興味のない10代の男たちを虜にした功績は大きく、日本におけるブレイクダンスの先駆者でテレビを通し日本中にブレイクダンスを広めた人物と評価。父が認知症になった2004年のある日、父と車のキーをめぐり大喧嘩になる。父親を羽交い締めにして車の鍵を取り上げた。それから3年後、風見は長女を自動車事故で亡くしており、もし父が向こう加害者の立場になっていたらと思うとゾッとする。あの時力ずくでも車の鍵を父から取り上げたことは正しかったと思うと述べている。長女の一周忌が終わった頃、奥様の妊娠が分かり、検査を受けたら胎児はダウン症だったそうだ。それでも中絶することなく生まれてくることを心待ちにしていたのですが、8ヶ月の時に母体内で心停止して死産になってしまったとのこと。短い期間で2人のお子さんを亡くした風見さんご夫妻の気持ちは想像できないほどの苦しみだったと思う。3. 今井絵理子。今井絵理子は日本の歌手、女優、政治家、
自由民主党所属の参議院議員スピードのメンバー、結婚、出産を経てエリー名義で音楽活動を再開。スピード再結成後は今井絵理子名義で活動。2015年に島袋寛子と新ユニットエリヒロを結成した。2016年から参議院議員を務める。1996年1月13日スピードとしてデビュー。1998年10月28日エリコウィズクランチとして初ソロ曲をリリース。1999年4月9日 L×I×V×E か放映開始。同作品でドラマ初主演した。2000年3月31日スピードが解散。同年11月埼玉スーパーアリーナでこけら落とし公演として行われた蜷川日の鳥で舞台に初挑戦した。2001年度ゴールデンアロー賞演劇部門新人賞を受賞。2008年11月12日スピード再結成第1弾明日の空をリリース。2009年5月10日第2回ベストマザー賞を受賞。2010年4月みんなの手話の生徒研司会を担当。2004年5月 175R の翔吾との結婚を発表。出産と育児のため一時休業。同年10月18日第一子男児を出産。今井絵理子さんの子供はダウン症ではという噂があった。ただ本当のところはダウン症ではなく聴覚障害があるというのが真実だ。2008年8月31日24時間テレビ愛は地球を救うで自身の長男の感音性難聴を告白。4船越英一郎。船越英一郎は日本の俳優タレント司会者。本名船越英一郎。神奈川県足柄下郡湯河原町出身。ホリプロ所属。1982年石井福子がプロデュースしたテレビドラマ父の恋人でデビュー。1999年 TBS系 月曜ゴールデン仮死刑部シリーズで主役に昇格している。芸歴25年を迎えた2007年の4月期にその男副所長京都河原町署事件ファイルで初めて連続ドラマの主演を務める。船越英一郎さんの子供もダウン症の噂がありましたが、これはドラマの中のことだ。たった一つの宝物というドラマの中で船越英一郎さんはダウン症の子供を持つパパ役を演じた。その印象が強くて。船越英一郎さんの子供はダウン症という噂が出たのかもしれない。また松井和代さんの連れ子はアトピーがひどいと言われていますので、そのイメージからもダウン症の噂が出たのかもしれない。5東織子。東織子は日本のコメンテーター、女性プロゴルファー、タレントである。本名石田理子。旧姓東よ。父は元プロ野球選手監督の東尾治。夫は俳優の石田純一。石田桃子は義理の姉にあたる。そして父のいとこに歌手の青山和子がいる。2001年からリコーに所属していたが、2018年現在はサーフビバレッジゴルフ愛好家の父とアマチュアながらあまたの女子ゴルフ大会に参加していた母の影響から、自身も8歳からゴルフを始めた。帝京高等学校入学後ゴルフ部を発足させてキャプテンを務める。2年生の時に日本女子アマチュアマッチプレー優勝。1994年に日本大学へ進学。全米女子アマにおいてベスト8入りを果たす。1995年にフロリダ大学へ留学。アカデミックオールアメリカンダイナショアアワードを受賞。1999年に日本女子プロゴルフ協会のプロテストを合格しプロゴルファーとなる。同時1999年アメリカヒューチャーズツアー優勝。2003年11月大王製紙エリエールレディスオープン準優勝。2004年から米 LPGA ツアーに本格的に参加する。芹沢信夫、東織子のゴルフショーダウンなどのテレビ番組にも出演する。2010年10月10日放送のランフォマネー逃走中では開始25秒で確保されるも、後の復活ゲームで復活。そのまま逃走成功を果たし、番組史上最高金額となる216万円を獲得した。東織子さんは第一子妊娠中に検査を受けたところ、ダウン症の可能性がある、と医師から告げられたと報告している。
結局のところはダウン症ではなかったそうですが、このダウン症という言葉だけが一人歩きして、東織子さんの子供はダウン症という噂が出たのだと思う。6、野田聖子。野田聖子は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、旧姓は島、岐阜県議会議員、郵政大臣、内閣府特命担当大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣、自由民主党総務会長、衆議院災害対策特別委員長、衆議院予算委員長、自民党党政治制度改革実行本部長、自民党幹事長代行、内閣府特命担当大臣、女性活躍担当大臣、子ども政策担当大臣、孤独孤立対策担当大臣を歴任した曽祖父島徳造、父親は島美野、祖父は大蔵事務次官、参議院議員、衆議院議員、経済企画庁長官、建設大臣などを歴任した野田宇一、夫の野田文信は元暴力団員、選択的夫婦別姓賛成など自民党内切ってのリベラル政治家と評される。野田聖子さんは卵子提供を受けて出産していますが、お子さんに重い障害があることを公表しているダウン症ではあらない。現在お子さんは東京都内の支援学校に通っているとのことだ。7、菊池桃子。菊池桃子は日本の女優、歌手、タレント、大学教員、ナレーター、バイサイト所属、愛称はももちゃん。1983年春、映画パンツの穴子のオーディションに合格、芸能活動をスタート。1984年4月21日 VAP より青春の意地悪でアイドル歌手デビュー。デビュー時のキャッチフレーズは It's Real Fresh 1000%。 1985年2月発売の4枚目のシングル卒業グラジュエーションから1987年3月発売のアイドルを探せまで7作連続オリコンチャート1位の売り上げを記録した。この記録は1985年から87年にかけてオリコンチャーとの上位をおにゃんしクラブ関係の曲が独占する中での記録である。菊池桃子さんは2001年に長女を出産されている。乳児期に脳梗塞になり、一命は取り留めたものの、後遺症として左手足に麻痺が残ってしまったそうだ。このような障害があったために菊池桃子さんの子供はダウン症ではと噂がありましたが、ダウン症ではない。8、松野明美。松野明美は日本の政治家、タレント、元陸上競技長、距離走マラソン選手。1988年ソウルオリンピック女子 1000m 日本代表。その後女子マラソンでもオリンピックを目指したが、マラソンの種目で五輪代表に選出されることは一度もなかった。選手引退後はタレント活動を経て政界入りし、熊本市議会議員、熊本県議会議員を経て第26回参議院議員通常選挙に日本維新の会比例代表候補として出馬し当選した。2001年、結婚。夫は加本高校の先輩。挙式は9月10日ハワイで行ったが、折しもアメリカ同時多発テロ事件の前日であり、結局帰りの飛行機で足止めを食ってすぐには日本に帰れなかった。結婚後、夫が松野のマネージャーを務めている。松野のかかあましたぶりと夫の恩和で心優しい性格とのギャップから、トーク番組への夫婦揃っての出演も多い。2002年、関西テレビの特別番組女ばかりの人生立て直しスペシャル収録中に妊娠検査薬を使ったところ妊娠が発覚した。この件については、当時ナンシー館が収録時の松野の発言、いいですかね、ここで妊娠検査薬やってもをそのままタイトルにしたコラムを書いている。現在では松野は二児共に男子氏の母である。松野明美さんは次男にダウン症があることを公表している。さらにダウン症の合併症で心臓疾患も抱えているとのことだ。次男が障害を抱えていることもあり、現在は園地での活動を控え、地元熊本を中心に日帰りが可能な九州内での活動にとどめているため、九州以外で姿を見ることは少なくなっている。9、木村拓哉。木村拓哉は日本の歌手、俳優、男性アイドルグループ SMAP の元メンバー、愛称はキムタク。スタートエンターテイメント所属、
身長176センチメートル、血液型 O 型。1988年4月にスケートボーイズから中井正広、稲垣吾郎、森克幸、草薙剛、香取慎吾と共に選抜され、男性アイドルグループスマップを結成。1991年9月9日にキャン一重引用フティストップラビングで CD デビュー。1992年にその時ハートは盗まれたなどのテレビドラマに出演。1994年に映画シュートで病に倒れる伝説のストライカーを力演し、石原裕次郎新人賞、エランドール賞新人賞を受賞。エランドール賞はその年最も活躍した若手俳優に贈られる賞で、歴代ジャニーズで受賞しているのは木村のみである。その後、1996年に主演したロングバケーション以降、主演するドラマがどれも高視聴率を記録し、数々のテレビドラマ、映画に出演。フジテレビの看板ドラマ枠である月9放送作品では10作で主演を務め、2017年時点における最多主演記録となっている NHK 紅白歌合戦では、SMAP が CD デビューした1991年、第42回 NHK 紅白歌合戦に SMAP として初出場。2000年12月5日に歌手の工藤静香と結婚し、彼女との間に二児を設けている。長女のココミ、次女のキーは共にモデルとして活動している。次女もダウン症ではないかという噂はあった。ただそれはあくまでも噂で、真実とは違ったことようです。幸喜さんがデビューされたことで、その噂は嘘だったことが証明された。なぜこのような噂が出てきたのかは不明ですが、キムタク&工藤静香夫妻への嫉妬が混ざっていて、根も葉もない噂が出てきたのかもしれない。10. 奥山芳恵。奥山芳恵は日本の女優タレントである。東京都出身、アミューズ所属。1990年に行われた映画鬼太郎の15少女漂流記のオーディションに合格し、1992年に主演女優としてデビュー。健康的で屈託のないキャラクターで人気を博し、以来ドラマ、バラエティ番組、CM などを中心に幅広く活動している。2001年10月に6歳年上のヘアメイクアップアーティスト稲葉浩二郎と結婚。2002年6月に第1子となる長男を出産。2011年5月1日には第2子を妊娠中であることをブログで公表し、9月28日に第二子となる次男を出産したことを10月13日付のブログで報告した。また2013年3月に次男がダウン症候群であることを公表した。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。ここ数年は有名人の結婚、出産ラッシュと言っても過言ではないほど、毎月のように有名人のおめでたい話題がニュースになっています。有名人の中には、あまり知られていないけれど、実は子沢山という人も少なくありません。そこで今回は、実は子沢山と聞いて驚く、有名人について探ってみました。1位、堀ちえみ。堀ちえみさんは1981年にホリプロスカウトキャラバンで優勝し、芸能界入り。翌年アイドルとしてデビューし、1983年のドラマ、スチュワーデス物語でブレイク。病気による療養期間などで芸能活動を休止していたこともありましたが、現在もタレントとして活躍されています。これまでに3度の結婚を経験し5人を出産。さらに現在の夫の連れ子2人を含め、現在は7人の母親。長男はすでに30代に突入しているというから驚きですね。2位、橋下徹。弁護士でありながら、元大阪府知事を務めた橋下徹。弁護士として活動する傍ら、2003年に、行列のできる法律相談所にレギュラー出演し、茶髪の風雲児として知名度を全国区にしました。その後、2008年に38歳という若さで大阪府知事に就任。2011年には大阪市長に就任し、2015年の任期満了まで政界で活躍しました。そんな彼は7人の子供を持つ子沢山パパ。テレビでたびたび子供の話をしていたこともあり、
子供がいることは知っていたけれど、その人数に驚いた人が多く。3位、谷原章介。谷原章介さんは2007年に結婚し、妻である三宅恵美さんの連れ子1人を含め今や6人のパパ。一番下のお子さんは2015年に誕生しました。素敵なお父さんとして頑張る著名人を表彰するベストファーザーイエローリボン賞の芸能部門も受賞。料理や掃除をされているだけでなく、することは当然のこととおっしゃっているのが素敵ですね。クリスマスケーキやおせち料理、通学バッグも手作りされているそうですよ。近年は俳優としてのみならず、司会者としても引っ張りだこの谷原章介。昨年はフジテレビ系列大人女子に出演し、独身のプレイボーイを演じていましたが、プライベートではすでに6人の子持ち。彼らを育てるために人の3倍働くという哲学を持っているとか、家に帰れば育児に料理にと家事もしっかりこなすイクメンぶり。こんな完璧な旦那さんが欲しい。整った顔立ちと長身スレンダーな体型を生かし、モデルや俳優、バラエティ番組やクイズ番組の MC などマルチに活躍している谷原章介。今年3月にスタートした情報番組目覚まし8ではメインキャスターに就任し、すっかり朝の顔として定着しました。そんな彼は2007年に元タレントの女性と結婚、一人の子連れ再婚だったこともあり、現在は6人の子供の父親に。家事や育児にも協力的のようで、2021年には第40回ベストファーザーアイエローリボン賞を受賞しています。テレビでは一切生活感を出さないだけに、子供が6人もいることに驚く人が多数。4位、ダルビッシュ有。2004年にドラフト1位で北海道日本ハムファイターズへと入団し、2012年よりメジャーリーグに移籍したダルビッシュ有。現在はサンディエゴパドレスに所属し、MLB 屈指の右腕として活躍しています。そんな彼は、2016年にレスリング元世界王者の山本聖子と結婚し、3人の子宝に恵まれました。実は2人とも再婚同士で、ダルビッシュ有は前妻との間に2人の子供がおり、山本聖子も1人の子連れ再婚だったことから、現在は6人の子供の父親ということになります。そんなに子供がいるの？と驚く人が多く、言わずと知れた日本を代表するプロ野球選手のダルビッシュ有。現在はアメリカの MLB、シカゴ、カブスに所属しています。そんな彼は2016年に元レスリング世界王者の山本聖子と入籍し、子供も誕生。3人の子供たちとの仲むつまじい様子を SNS で公開するなど、イクメンであることでも知られています。ダルビッシュ有には元妻である紗栄子との間に2人の子供がいるため、5人の子供の父親ということになります。そんなに子供がいるの？と驚いた人が多く、1位となりました。1986年8月16日生まれ、大阪府出身。04年にドラフト1巡目で北海道日本ハム入団。入団1年目から5勝をマーク。07年には15勝を挙げる活躍で、投手の最高賞である沢村賞を獲得。5位、高橋和也。高橋和也さんは1988年に男東洋組のメンバーとしてデビュー。1993年に男東洋組の活動が終了し、その後アメリカで演技やソングライティングを勉強。現在は俳優、歌手として活動されています。私生活では15歳で出会ったという奥様と結婚し、現在は6人のお子さんのパパ。お子さんが出演舞台を観劇にいらっしゃることもあるそうで、素敵なご家庭なのが伺えますね。6位、同陳義邦。今世紀初め、男性デュオケミストリーが、ピース・オブ・エイ・ドリームで一世を風靡しました。アラサーの女性はこの曲を聴くと懐かしい時代を思い出すはず。ケミストリーのイケメンの方、同陳さんも今や38歳。2004年にモデルの同陳敦子とできちゃった結婚をしてから、5人の子供ができていたんですね。そのうち、第3子、第4子は双子。幸せいっぱいかと思いきや、現在離婚の噂がある模様。
仕事もプライベートも充実したものでありたいのは有名人も同じ。願わくば彼らのようにたくさんの子供に囲まれて幸せな人生を送りたい。道珍さんも5人の父、男性ボーカルデュオケミストリーとして人気を集め、現在はソロで活動している道珍義邦さんは、なんと5人の子供の父親、元モデルの道珍敦子さんと2004年に結婚し、同年に長男、2007年に次男、2009年に男女の双子、2014年2月末に第5子が誕生。道珍さんに子供がたくさんいるのは、妻の敦子さんの希望だったそう。その敦子さんは、発展途上国の女性の命と健康を守る活動をしている財団でアフリカ、タンザニアを視察し、30歳前半で7人の子供がいる方が多いので、5人の子供がいるということを誰も驚かなかった、などと話している。7位、レッド吉田。子煩悩でも知られるレッド吉田さん。5人の子供を持つ子煩悩パパで知られる。お笑いコンビ TIM のレッド吉田さん。若手時代に一般の女性と結婚し、2011年2月1日に第5子が誕生し、現在5児の父。日々の子供たちの成長ぶりに感激して涙するなど、非常に子煩悩。子供は、長男、凛太郎くん、次男、るいくん、長女、ようちゃん、次女、はちゃん3歳、三男、うんくんの5人。2012年には、ネスレ日本、マギーオーブンマジックの新 CM で、当時誕生したばかりの箱くんを除く、4人の子供と共演している。8位、相川翔。孫までいるという相川さん。V シネマの帝王と呼ばれ映画中心に活躍中の相川翔さんは、実は5人の子供のお父さん、奥さんは元女優の青地久美さんで、奥さんの連れ子が3人、長女、長男、次男、相川さんとの子供が2人、次女、三男の5人、末っ子で次女の福地桃子とはテレビ東京、社交華麗なる借金返済作戦、福島中央テレビ、絆ワーク、等にて共演。最近はバラエティ番組でも大活躍の相川。そんな彼も実は子だくさん。さらに驚くことに、すでに孫も誕生しているよう。9位、石橋貴明。石橋貴明には4人の子供が、1人は元モデルの前妻との間にできた石橋ほのか。現在、女優として活躍中ですね。そして、再婚した女優。鈴木保奈美との間に3人の娘がいます。あの破天荒な石橋貴明に女の子ばかり4人も子供がいるなんて、娘たちの前ではどんなパパなのか気になる。石橋さんは4人、長女は芸能活動も。トンネルズの石橋貴明さんは、1998年に再婚した女優の鈴木保奈美さんとの間に3人の子供。石橋さんは、前妻との間に子供が1人いるので、4人の子供の父親、元妻である元モデルの雅代との間の娘は女優の石橋ほのか、鈴木さんとの間には、カミオン、カノン、モモカの3人の女の子が誕生。その鈴木さんは、2008年12月4日、娘たちが小学生となったことから、石橋の事務所であるアライバルに所属し芸能活動を再開している。10位、土屋アンナ。モデル、歌手、女優と幅広く活躍する土屋アンナさんが第4位でした。高校生の息子さんを筆頭に4人のお子さんがいらっしゃいます。インスタではお子さんたちとの仲良しで幸せそうな様子が伝わる写真をたびたび見せてくれています。それにしてもお子さんがみんな土屋さんによく似ていて、くっきりしたお顔立ちの美形ぞろい。将来が楽しみですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。